こんにちは、カツ丼です。今日は朝から雨、寒い季節の雨は嫌ですね。バイト終わりには雨は上がっていて、水の流れにちょっと心を洗われました。止まない雨はないのです。糖質の摂りすぎに気をつけて一歩一歩頑張っていきましょう。はい、じゃじゃーん。あ、お品物いただきました。こちらね、石垣島からなんとね、ちょっと視聴者さんからね、ちょっとはい、すごいですね。すごい雪質つきました。うわ、すごい、南国フルーツ。こちら左からカニステル、パパイヤ、パッションフルーツ、スターフルーツ、あとこちらがピーチパイン2つですね。いやー、ちょっとね、初めて見るのばっかで、うおー、すげーってね、こんなフルーツなんだっていうね。あと黒糖と、あとハラペーニョと、オクラと、あと黄金菜、これと、野菜の種ですね。来年のシーズンだったら仙台でできるかな。ちょっとやってみ、ちょっと来年栽培してみたいですけどね。わあ、すごい、ちょっといただきました。わあ、これちょっとね、一つ一つね、結構やっぱね、なんかこう珍しいですから、安くないと思います。値段的にもね。いやー、すごいです。はい、こんにちは、おくりんち様、朝のファン様からいただきました。カツ丼は尊厳尊称している姿こそ美しい。ただ落ち込みすぎは良くないぞ。最近のカちゃんは目に見えない尊厳ダメージがどんどん蓄積していって、以前と比べ勢いを失った気がするから、カちゃんの大好きな食べることで尊厳回復させてね。臭豆腐激辛ペヤング感動した。いやいや、ちょっとね、まあ頑張った甲斐があったことね。まあ、僕ね、これフルーツ好きなんで、あとね、なんか僕結構ね、トロピカルのね、フルーツが結構ね、学生の頃からなんか無性に好きだっていうね、好きでいて、あんまりこういう南国のフルーツ食べたことなかったんだけど、思い返してみると、もうなんか トロピカルのね、なんかね、なんか味わいが僕好きでね、匂い嗅いでみるとね、なんかすげえ南国の匂いという、匂いがいいですね、まずね。ああ、それぞれ違う。スターフルーツとパッションフルーツの匂いがちょっと特になんか南国って感じがして、なんかいいかなって感じでね。まあちょっとそれぞれね、こう食べ頃っていうのはね、なんかちょっとこうスターフルーツとか柔らかいから、ちょっとまあ今日全部ね一気にガーって食べられないんですけど、ちょっと少し柔らかいのとかね、こう食べたいですね。ちょっとね、石垣島のね、朝のファン様ありがとうございます。ちょっとね、早速いただきますね。パパイヤ、スターフルーツ、ピーチパイン、ちょっとこの3つがもうね、熟してるのね、ちょっとこれを、今日はこれをいただきます。いやー、素晴らしい。ちょっと、切った感じどうなってるのか、ちょっとまず楽しみですね。いきます。パパイヤ。わー、お、そう、真っ二つできるんだね。おー、種がある。あー、すごいなんかね、あー、なんかこう匂いしますね。うん。なんかミニッツメイドのこういうジュースなんかあったような気がする。そういう匂いがする。これは皮むいてこのまま食べるのかな？パパイヤです。もう熟してますね。ちょうど食べ頃だね。いや、初めてですね。人生で初めて。うわ、すごい。あ、剥きやすいね。熟してるから剥きやすい。よいしょ。はい、次、スターフルーツですね。ちょっとこっち横に切ってみますか。おお。いやー、なんか美しいね。あ、なんかこう、柑橘類をなんかこう思わせるような、なんかこう、みずみずしさっていうか。うわ、どういう食感、どういう味なのかわかんないですけど、これは、剥くのかな？皮剥くのかな？はい、ちょっと綺麗に剥けました。はい、ピーチパイも切ってきますよ。これ
ね、普通のパイナップルと同じ切り方でね。あ、なんかすげえよだれが出てきた今。唾液が分泌されたぞ。はい、ありがとうございます。人生初の南国フルーツいただきます。いただきます。いい香りがする。じゃあまずちょっと、ピーチパインからいただきます。いただきます。うん、あーうまいっすね。うん、あー味が濃い。いやー、通常のねスーパーで売ってるパイナップルよりも、なんかもっと濃厚な甘酢、酸っぱさもあって甘酢っぱ、いや濃いですね。濃い、うまいですね。いやこれ値段見たら結構高、ね、高かったんで、パイナップルね、いやなんか高級品って感じですね。うまい。いや僕パイナップルもともと好きなんで、これはうまいですね。いやーこれはね、いやーうまい。早速うまいですね。いや本当にうまいです。いやこういうの食べてたら健康になりますね。なんかパワーがエネルギーが違うって感じですね。次スターフルーツいただきます。あーなんか柑橘類となんかこう構造が似てるというか、うん、これはなんかこんな食べたことないですね。これは芯の部分は食べないのは、なんかね果物と野菜の中間って感じですね。なんかうん、なんかこうなんかこうなんか淡い感じの、なんとなんだろうな、こううわすごいこう食べたことない味ですね。なんかこうでもなんか夏バテの時のその水分補給になんかめっちゃ良さそうな感じですね。うん、うん、なんかちょっと若干スイカっぽくもあり、柑橘類っぽくもあり、なんかの野菜にも似て、なんかすごくなんかね難しいですね。いやでもなんかこうインパクトのあるね果物ですね。初めて食べました。次はあの パパイヤいただきます。パパイヤ、パパイヤもらう初めてかもな。いただきます。うん、これはまた、いや独特ですね。あこれも結構なんか濃い、なんかこう味わいとか濃い旨味がグーッときますね。濃いなこれ、なんか淡い味ですね。淡い味、うん、なんかぐーっとエネルギーが来るんだけど、そのなんだろう、こう味的にはなんかこうなんか、うん、あ南国って感じがしますね。あ南国に暮らしてたらこういう感じかみたいな、そういう感じがします、味がします。うん、いや力つきそうですねこれ。うん、いや南国フルーツごちそうさまでした。今日はねこの3つをいただきました。いやーあの沖縄とか石垣島の人、こういうねフルーツがこう日常的に食べてるって感じなんですかね。南国ならではの味わいって感じがして、うん、とてもなんか美味しかったです。ごちそうさまでした。これも食べたことないんでね、これはまだちょっと熟してないんでちょっとあれなんですけど、カラペーニョでねこうちょっと辛いやつな、唐辛子な、これでちょっとなんかスパイスカレーとかもちょっと作ってみたいですね。うん、八重山の特産品、黒糖、沖縄といったら黒糖ですもんね。黒糖もね、なんかね、栄養価がなんか高いっていうふうに聞いたことあるんですけど。へぇー、面白いなぁ、これ。って感じでございます。今日はね、ちょっとね、石垣島のね、活動中の視聴者さん、遠いところにもね、いらっしゃるんですね、石垣のね。ちょっとね、ギフトいただきましてね。いや、僕フルーツ好きなんで、本当にね、こう、ちょっと元気になるギフトいただきました。ありがとうございます。少しちょっとこう、疲れてたから、これで元気と取り戻してね、活動チャンネル、再びね、勢い取り戻していける予感しかしません。ありがとうございます。はい、お次のね、ギフト紹介させていただきます。こちら、化学物質関係標識、支援化炭素をいただきました。
はい、支援化炭素のね、はい。吸引すると有害、皮膚刺激、強い癌刺激、発癌の恐れの高い。はぁ、生殖の、または体重の、あぁ、生殖能力、悪影響、まずいですね。ちょっとまずいね。うん、中枢中枢神経、肝臓、腎臓への障害。換気のいい場所でね、使うことね。オッケー。オッケー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 。よっと。よっしゃ。はい、支援化炭素のね、ちょっとね、標識にいただきましてね、非常にちょっと、日常生活でなかなかね、学ぶ機会なかったので、非常に勉強になりました。うん。まあ、ちょっとね、なかなか少し人体へのね、悪影響っていうのもすごい危険ってわけじゃないらしいですけども、でもちょっと微妙にね、その悪影響もあるから、ちょっと気をつけて、過ごさなければと思ってますね。ちょっと飾って、ちょっとこう、目につくような感じで、ちょっと日々ね、少し頭に入れて、いざという時に対応できるんで、勉強して、ありがとうございます。ちょっとこちらね、クリンス様、ちょっとね、メッセージなど、ちょっとお名前書いてなかったので、匿名様なんですけれども、ありがとうございますね。ちょっと勉強になりました。うん、頑張って気をつけていきますね。ありがとうございます。頑張ります。